チャオ、綿貫ひろまるです。新キャラカレンちゃんと新サポートカード雪の美人来ましたけど、昨日の予想動画ほぼほぼ内容当たっとってびっくりしました。まず、カレンちゃんですね。カレンちゃん芝 A ダート F、 ここ当たってました。ほんで短距離、マイルが D だったんですけど、まあ昨日 C で予想してました。ほんでまあこの客室適正はまあ先行 A で予想してて、ここ当たってたんですけども、まあ、前目の、競馬の方はまあ強く採用されたのかなっていう感じで、逃げが B になってましたね。僕の予想では差しが A で予想してたんですけど、まあここは逃げ B 先行 A で、前目の客室っていう感じなんですね。ここはほんでカレンちゃんよりこっちがびっくりしたんですけど、雪の美人ほんまに賢さの SS レアが実装されましたね。ほんまにここは、まあ、昨日あの予想動画見ていただいた方はわかると思うんですけども、ほんまバチコリ賢さの SS レアが来ました。テーブル的にはファインモーションの方がちょっと強いかなっていう感じなんですけども、さらに金能力位置取り系のスキルで、昨日は例の魔術師か、まあ、技巧派かなって思ってたんですけども、まあこのノンストップガールはタレヤマ回避の、レアスキルですね。上位のレアスキルなんですけど、ほんまに賢さの位置取り系が来るとはっていう感じなんですが、まあ、今回はですね、馬娘のガチャの方を行きたいと思います。まあ、僕全然あの星さんの馬娘持っていないの多いし、このカレンちゃんも欲しいので、まあカレンちゃん最優先で狙いつつ聞いていきたいと思います。行きましょう。はい、まず10連目いきます。いや久しぶりに馬娘のガチャこうやって、10連20連30連と引いていくんでちょっと楽しみなんですが、まあ手綱さん普通だよな、ちょっと覚悟してます。いろいろと覚悟してます。いやカレンちゃん飛んでこんよな。でも2つはあるか、虹ないっすよね。エアグルーヴ、はい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 、最後ゴールシー、もう一回いきます。いや頼むわ。いやー普通扉なんだよな、頼むよ。いやちょ、めっちゃあるよ金。めっちゃ金やない。金何個ある？4つか5つぐらいなかった？どれか虹あってもええやろ、頼む。いや出すか、来い。いやー来ない、まだチャンスあるよ。いやーパスだ、ラストか。ちゃんと2なんだよな。いきましょう。やばい、30連してやっぱ出ないか。もうなかなか出んなほんまに。あ、はい、行きます。ありがとうございました。はい、行ってこい、行ってきて。はい、え、来た、誰、なんでミーホのブルーボン来たね、来た。ガンダムやもう出んか。まあ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 、いやーでもミホノブルボン、オッケー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 、カレンちゃん行きましょう。カレンちゃんなんよ狙いは。はい、行きましょう。ミホノブルボンガンダム出たんで、こっから行きます。短距離カレンちゃん、ちょ池添さんが待っとるって、行こうカレンちゃん。おい、いやー金枠が、お、3つある、ワンチャンあるよ。はい、もうこれタップしていって、もうここで止まったらもう虹やけん絶対で、1からあの銀から金にもその昇格見てないな、最低昇格。金から虹っていうのはあんまないけど、まあまあそんな感じか。はいはいはい、行きます。これで60連目ですね。60連目、今これ電化取りたいですよ。はい、金だから初手から虹っていうのが一番安心するんだけどな。いやもちろんそうなんやけど、さすが、いやー来んね。はい、さあ乗っていく。あの最初の銀とか金とかもう虹とかいいよ、これタップしていって、もう3点入ったら虹なんで。あーらら、行きます。いやここ確定率見てもいいけどな。おっと、
や、あ、オッケー、いやちょっと怖いなこれ。エアグレーブだよ。はい、もう最後これ100連で一回締めたいと思います。今のところ、ミホノブルボンガンダム一人だけですね。はい、いやきついな。100連で一体なんや。まあ、サボガもこんなもんか。沼っとったら 1% やんな。2枚か、頼む。ラストの勝負、2枠にかかってる。おい、もう1回。あー、次、いやもっか。最後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 、頼む。マエストロ、最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。ぜひチャンネル登録とコメント、それとベルマークみたいな通知をオンにしてくれたら嬉しいです。ほな次の動画でお会いしましょう。アリーベデルチ。We'll be right back.